私にとって日本は愛する祖国です。現在私はアメリカ国籍ですが、生まれ育った場所が日本であることをとても誇りに思っています。私の名前は前田真嗣。日本生まれとしては初めてとなる片目の見えないプロフェッショナルパイロットとしてアメリカの空を飛んでいます。1998年、私が18歳の時に交通事故に巻き込まれ、片目の視力の1歳を失いました。エアラインパイロットを目指していた私は、障害者と呼ばれ、全く違う目標を見つけなければならない人生の岐路に立たされました。そして私は、留学生として2002年にアメリカ合衆国に来たのですが、エンブリ・リドル航空大学で航空機事故の分析を専攻していた大学院生の時に、アメリカでは片目でもパイロットになれるということを知りました。ある教授が、騙されたと思ってついてこいと私を空に連れて行ってくれたのです。生まれて初めて片目の障害者と呼ばれた私が飛行機を操縦したのです。この経験はもうアメイジングとしか表現できません。だって片目になった私が空を飛んだんですから。着陸後、その教授は、片目の障害があるからといって何もできないわけではない、パイロットになれるんだから、君はまだスタートラインに立ったばかりだよ真嗣、と応援してくれたのです。航空、エビエーション、それは私の人生そのものです。これなしには私はこの世に存在しませんし、空を飛ぶことは呼吸をするのと同じことなのです。何事も前向きに考え進んでいれば道が開けるということを実体験をもとに伝えていくことが私の重大な使命だと思っています。日本では幼い頃から出身に関わらず人を敬うことが心を豊かにすると教えられます。公平、勇気、正義、思いやり、正直、忠誠心、信頼関係が日本人の規律の基本です。そしてこれらがグローバルシティズン、地球人として私の基盤を築き上げています。私の場合、航空の世界が片目になった私の命を救い、その結果空を飛び続けることができています。今では毎日飛行教官としてパイロットを目指す訓練生たちと空を飛んでいます。2021年、夢や希望を持つ大切さを皆さんに知ってもらう地球一周単独飛行を計画しています。人種も性別も年齢すら関係なく、万人を受け入れてくれる場所が空の世界なのです。 The sky is calling us.